本日は坂戸ボーイズ潜入します。半年ぶりの潜入で選手たちにも変化が。よし、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 よし。やっちゃうね。よし、はい、すごい、すごい、は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 い、すごい、は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 い、すごい、はい、あれスパイク新しくね。すごい、はい、玉沢じゃん。はい、はい、はい、あれまだキャッチャーやってる。はい、はい、もうピッチャー行く。いや、ファーストとピッチャー、ファーストとピッチャー。はい、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 すれはい、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 取られてる、取られてる、取れても映ってる、はい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 、なんかみんなここ感覚狭くね。おい、気のせい、コントロールいいんで大丈夫。ゲームフォーク、はい、やるようなバッティング、まあ、すごい守備あれも入れてシートバッティング、はい、はい、だって用意してはい、パシン準備、よし、やっちゃって、ボールだって、はい、ということで坂戸ボーイズさんの方を取材させていただいておりますが、今回は安藤代表、はい、安藤さんに、来ていただきました。監督さんが、千葉監督が安藤さんにということで、はい、逃げられました。監督言われてますよ、逃げられましたって。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。代表さんっていつ頃から代表さんやられたんですか。代表になって、13、4年、全国大会出た時に。そうですね、ジャイアンツカップ出た時も、はい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 、全国大会出た時も一応代表でした。おー、長いですね。小学校からな、通算するともう35年ぐらい。あ、多いね。ボーイズリーグの小学部、はい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 、坂戸中央ボーイズって昔ファイターズですから、ね、はい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 、そこで20年。あ、そうなんですね。それで行っちゃう。へえ、じゃあもうで、まあ長く坂戸ボーイズさん見てらっしゃるということなんですけども、坂戸ボーイズさん、どんなチームですか今。この子たちって素直だよね。ああ、そうですね。うん、みんな僕もさっきカメラ持って練習ちょっと
回らせてもらったんですけども、みんな笑顔でやっぱ話しかけてくれて、あの僕から話しかけても素直な言葉が返ってくるので、うん、多分そっちを期待してますけどね。はいはいはい、はい、もうちょっと欲出してくれたら嬉しいかなとまあでも、ね、思ってますね。そうですね、監督が今一生懸命そのエンジョイベースボールでこうだよって、はいはい、教えてくれてるんだけども、まだ理解が満足いくまではないかなっていう、はいはいはい、まあ、そういうちょっと悔しさっていうのは、うん、選手たちもなかなか難しいと思いますよ。そうですね、うん、やっぱきっちりとしないといけないところはしないといけないで、うん、メリハリをやっぱり、まあ、いくらエンジョイとはいえ、うん、あのメリハリはしっかりとつけないといけないので、そこは、まあ、中学生でそういうのを逆に学べるっていうのは、うん、すごいいい環境かなとは思います。まあそうですね、本当の意味でのエンジョイベースボール、うん、彼らが理解して頭で理解してそれを体で表現できるようになればね、はいはいはい、一番いいことかなと思いますからね、はい、今後に期待ですね。そこに関しては期待してますね、はい、そういう意味なんですけど、あの多分4月より前か、もう多分2月3月ぐらいから新1年生が入団されていて、うん、で今日ここはあの城西大学のグラウンドなんですけども、午前中は西親の方がメインなんです。ただちょっと広さが足らない、はいはいはい、中学生にしてはね。で今ここ城西大学の準硬式野球部のグラウンドなんですけども、うん、はいはい、ここが今土曜日はお借りできてるので、うん、まあ、上級生はここでそうですね、ね、場所で広い場所で練習させた、はい、で1年生は、まあ、とりあえずあちらで公式に慣れてもらう、うん、とか基礎練習とかそういうことですね、はいはい、1年生もう8人、そうですね8人、はいはい、どんな選手が入ってきましたか。今年は楽しみです、ね、おいろいろ個性派もいるし、はいはいはい、2年生よりも元気があるかもしれない。おっとやばいぞ2年生まあ、2年生もね元気めちゃくちゃいいですけど、いいですよ、2年生もお伺いしてられないですねこれじゃね。うん、やっぱりそうなってほしいし、そうですね、はいはい、やっぱりチームとしてね、うん、まあ3-2-1、うん、これでフザードというチームがありますからね、はいはいはい、この2年生も本当に入ってきた時に、うん、すごく声を出してくれる子供は何人かいた、はいはい、それなんかもう上級生も先に声出してましたからね、楽しみだなと思ってますね、はい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 、で今年の目標とか、まあ、今後どういうチームになっていきたいかのちょっと最後に。そうですね、はい、あの今の3年生、うん、10人いますけれども、はいはいはい、この子たちって1つ以外1人しかいなかったんです。そうですよね、ですからもう1年生の秋から公式戦ずっと出てるんです、はい、大概1年しかね、秋から9月から始まって7月で終わるんですよね。そうですね、その1年なんだけど、はいはいはい、この子たちはそれ2回目なんですよね。だからそういう意味じゃもうちょっと、ね、あの経験十分だから、はいはいはい、それを経験値生かしてね、うんうん、もっといいチームになってほしいなと、うんうんうん、だから、まあ、目標としてはね、もうやっぱり我々は確かに中学野球じゃ全てじゃないけれども、はい、全国大会、はいはいはい、ジャイアンツカップ、これは中学生として当然ね目標に置いてほしいなと、まあ、目指すべきところではありますねと思ってますしね、はい、まあね、坂戸ボーイズさん、あのすごい力もあるし、明るく仲良く元気よく、やってるっていうチームでもありますし、ぜひぜひね、今後も、翔平 TV 追っていけたらなと思いますので、視聴者の皆さんも坂戸ボーイズさんのご声援の方よろしくお願いいたします。そして本日はありがとうございました。ありがとうございました。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こなしでしょ、はい、ますか、選べるってこと。最初はグー、じゃんけんぽい。やばい、あ、ちょうどじゃない、ちょうどいいんだよ、なんでこんな綺麗にこっちとこっちで分かれるのじゃんけんぽい、はい、行こうでしょ、はい、うわーあー、最初はグー、じゃんけんぽい、うわー、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、行こうでしょ、最初はグー、じゃんけんぽい、行こうでしょ、よっしゃ、はい、ちょっと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 、はい、どうぞ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 、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。おい、たこ焼き屋さんいるぞかわいい、エイジ、エイジ、文字下げた、もう一回やろうか、じゃあカッツがいるぞ、負けたメンバーで、カッツーチャンネル、手でかそうかな、確かにね、でかそう、それなりの柔軟剤を使ってます。どう、オッケー、オッケー、おっしゃじゃあ、はい、次だね、次何もが出てるマジ、この部屋マジ、マジ重いんだけど、坂のボーイズチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アッシャー！
そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。